天馬です。
次は広畑です。お客様にお願いします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源を切ってください。なお優先座席は各車両カボシ側に設けます。お年寄りやお体の不自由な方に座席をお譲りください。皆様のご協力をお願いします。
次は鹿間です。この電車は次までお忘れ物のないようご注意ください。